皆さんこんにちは、メルです。やっとですね、お家で生活ができるようになりました。ベッドしか今ないんですけども、やばい、荷物とかが本当にやばいですけど、はい、一応ですね、やっと家でですね、生活ができるようになりました。今日はクリスマスイブ12月24日なんですけども、なんとですね、朝から雪が降っております。はい、ということで外はもう真っ白ですね。すごい積もっております。早くも12月24日の朝からですね、私は今日もジムに行ってまいりました。でならね、今日はですね、ジムに来てます。うちのジムの川楽なんですけども、重りがですね、大きいですね。多分5キロくらいなんですけども、5キロからこの大きさでですね、全部一緒で超でかい。でね、なんかね、プラスチック製なんですよね。重さが普通のこう持ちやすい感じになってすごい。私はスクワットしていきます。今日はですね、あそこのジムに行くのは3回目だったんですけども、まだまだですね、器具に慣れずに、なんかまだ初めて見る器具が多すぎて、ちょっと使い方をね、マスターするまでちょっと時間がかかりそうなのでですね、まあ今日もちょっとしか動画撮れなかったんですけども、やっぱりいろんな器具がある分、いろんなトレーニングが本当にできます。でその後ジムに行った後ですね、ちょっとスーパーに行ってお買い物もしてきました。ケーキコーナーですね。クリスマスということでですね、クリスマスっぽいケーキをたくさんあります。あ、これハッピーバースデーだ。サンタのケーキだ、超かわいい。でもめっちゃまずそう、これ。さすがですね、カロリーこれ850、やばい。これも美味しそうだけど、でもきっとカロリー高いんだろうな。それクリスマスはもう諦めて、ちょっと気になったこちらですね。これはなんかいろいろ入ってて、チキンとかヨーグルトかな。でね、カロリーが290、プロテインがなんと 23g 入ってるんですね。これを買いました。はい、ヨーグルトとチキンとフルーツとグラノーラ、これなんて言うんだろう、こういうものが入ってます。で、プロテインがなんと 23g 含まれています。食べてみたいと思います。うん、これめっちゃ美味しい。うん、これはすごい美味しい。ということでまた更新いたします。今日も見ていただいてありがとうございました。